夏だ、沢だ、赤なぐらだ、イエーイ。トーキングマウンテンのダッチです。アキです。今回はご存知、広島県の赤なぐら沢、ここで凍えるまで龍を取りたいと思います。終わったら小瀬川温泉に入ります。それでは命大事に。確かに行くぞ。もう水がすごい綺麗、めちゃめちゃ綺麗です。うわやめて。めちゃめちゃ涼しいです。来週ね、大山行くんですけど、来週の大山分も涼んでいきましょう。凍えるくらいに、うん、秋さん、最初の滝今日のゴールの最後の滝です。イエーイ。
たっぷり遊んだんで帰りまーす。はい、無事ゴールです。では、小治川温泉に行ってきます。今から熱々の握り手をいただきます。タコネギ、チーズ、ゲソとキンキンのコーラでございます。うん、うん、うん、うまっ、熱々。はい、ゆったりした休憩所もあります。ここあきさんね、すごくいいお湯ですから楽しみです。おすすめです。はい、あきさん、僕のおすすめの小瀬川温泉いかがでしたか？はい、お湯がね、滑らかで気持ちよくて、うん、今日もね、長風呂できました。でしょう、いい湯でした。僕が温泉にハマったきっかけここなんですよ。うん、で、それから数々のね、温泉入ってきて、うん、今日改めて思いましたけど、うん、ここのお湯すごくいいです。うん、まあいいお湯、本当にお湯がいい。うん、でポイント高いのは源泉の水風呂と源泉の打たせ湯、これがたまらんですよ。打たせ湯 打たれようと思ったんですよ。うん、めっちゃ冷たくてやめました。いや、あれが冷たいのがいいんですよ。本当にいいです、おすすめ。うん、以上、赤なめらさと小瀬川温泉でした。この動画が参考になったら高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。では次の動画も命大事に楽しくいこう。